ネスカフェゴールドブレンドバリスタ50、コーヒー計量器のお手入れ方法についてご案内します。本体からコーヒータンクを取り出し裏返します。オープンの矢印方向、時計回りにカチッと音がするまで回します。緑色の計量器底板を取り外します。緑色の計量器底板の内側および外側、また白色の計量器本体に付着したコーヒーパウダーを柔らかい乾いた布か乾いたハケで取り除きます。続いてコーヒーパウダー充填時のお手入れについてです。緑色の計量器底板を矢印の方向に回します。会場マークを計量器本体の中央の突起にある三角マークに合わせ持ち上げて取り外します。コーヒータンクの上に残った黒色の計量器プレートをそのまま外します。汚れが軽い場合は乾いた布で汚れを拭き取ります。汚れが取れない場合はぬるめのお湯につけ置きし、十分に水気を切り一昼夜乾かします。緑色の計量器底板を白色の計量器本体に取り付けます。計量器本体の中央の突起にある三角マークに計量器底板の会場マークを合わせてはめ込み、計量器底板をカチッと音がするまでクローズの矢印方向に回してロックします。コーヒー計量器を裏返し、黒色の計量器プレートを中央の三角部を合わせてはめ込みます。コーヒー計量器へのコーヒータンクの取り付け方です。コーヒー計量器側の大小2箇所のオーブにコーヒータンク側の凸部を合わせてはめ込みます。コーヒータンクを時計回りに回してロックします。計量器本体の三角マークにコーヒータンク側面にある逆三角マークを合わせます。コーヒータンクのキャップとコーヒー計量器の穴位置が一直線であることを確認してください。コーヒーパウダーを充填してコーヒータンクと計量器を取り付けます。コーヒー計量器のお手入れについては以上です。本格的なコーヒーやカフェラテをお楽しみください。